ディスポーザー、ディスポーザーとは、家電製品の一種。調理用の流し台の下部に接続している、排水設備に直接取り付ける生ゴミ粉砕機である。家庭用ディスポーザーは、台所のシンク、流し台の下に設置し、水と一緒に生ゴミを流し粉砕させ、下水道に流化させる仕組みとなっている。装置としては、モーターと生ごみ破砕処理室に分かれており、11、 水道水と一緒に投入された生ゴミを高速回転するターンテーブル33で壁面に飛ばしターンテーブル終焉部についている固定式または可変式のハンマー36と壁面の固定陣41で粉々に破砕して水道の流水で排出エルボ35からし流すものである一般的に普及しているディスポーザーは 連続投入方式と言われ、破砕機の電源スイッチは、壁やシンクに埋め込まれた押しボタン式か、床に設置されたペダル式となっており、使用時、生ゴミ発生時に動作させ連続で生ゴミを投入処理できる。安全性を考慮し上部の蓋を閉じないと、スイッチが入らないようになっている蓋スイッチ式、バッチフィード式製品もあり、主に分譲マンションで多く採用されている。 ディスポーザー内部には、剥き出しの回転陣といったものはなく、投入物を遠心力で周囲の固定陣へ送り出すためのターンテーブルがあるのみのため、動作中に誤って手を突っ込むようなことがあも、指先がターンテーブルの平らな表面を擦るだけで手が粉砕されるようなことはなく、安全性は比較的高い。また、スプーンやナイフなどの食器を落とし込んだまま動作した場合は、 カフカ保護オケが働き運転を停止する。残飯や魚の骨、鳥の骨、小さな貝殻、野菜くずなどほとんどの生ゴミは処理できるが、全般的に枝豆の殻、トウモロコシのヒゲの部分など繊維質の極端に強い食品は処理できない。またサザエ等の大きな貝の殻やスペアリブの骨など大きく硬いものなどは対応できない。 この場合は、別途生ゴミとして排出する必要がある。製品によっては、卵の殻、鳥の骨、小さな貝殻等は処理できない場合もある。なお、ディスポーザー自体に排水トラップ機能はなく、排水管から上がってくる周期、害虫予防として、配管部材としてのトラップを別途使用する必要がある。生ゴミを発生都度、 その場で処理することができゴミ収集日まで生ゴミを保管しなくともよく、室内、ゴミ収集所の悪臭や生えごきぶりといった衛生害虫の発生を予防できるメリットがある。また生ゴミの水分含有量は約70%近いためにディスポーザーを利用することによりゴミ全体の排出重量を軽減することができ、高齢化対策にもつながる。また自治体にとっては生ごみもえる。 ゴミの排出量削減によるゴミ回収、処分費用の軽減も期待される。設置は、集合住宅では、ゴミの排出量軽減による共同のゴミ集積場の簡易化、衛生維持、害虫防止も期待される。また米国は、米国通商代表部、USTR 外国貿易障壁報告において、ディスポーザーの使用は、生ゴミ焼却のための焼却炉使用を抑えることにより、 ダイオキシンの灰を減らせるほか、焼却炉ではエネルギー効率が良くないためエネルギーの使用も抑えられる。また、ゴミ埋め立て用のスペースを確保しなければならないとの重圧を軽減し、焼却施設の改良に資源を注入する必要性を減少させるなど、日本にとって多くの面で利点をもたらすとしている。使用の省令と自粛、日本で普及し始めた1960年代は、 下水道の処理施設が整備されている地域は大都市の一部で、当時は合併処理場化槽も義務付けられておらず、粉砕処理された中介物は最終排水処理されないままへ放流される地域が多く存在した。下水道合併処理場化想率、1970年10.6%、2012年82.8%、H24 年統計環境省調査。 日本の製造業者が特に宣伝もせずに年間1万台以上販売したことにより環境悪化を懸念して製造を自粛。米国製品の輸入も増加したために当時の建設省が各自治体に対しディスポーザーの使用の祝を通知した。中には権限もないのに使用の禁止を一般市民に求めた自治体職員の例もあった。かつて建設省が 地方自治体当局へディスポーザーの使用について慎重に対処するよう求めたことを1999年12月に米国の貿易交渉担当者に認めているが現在は下水道接続に対し何の権限もないと主張しているディスポーザ社会実験により排水管や汚水処理施設に影響のないことが根拠をもって科学的に認された現在では使用を推奨し 補助金を支出する事態も出現。群馬県伊勢崎市、岐阜県岐阜市、新潟県南魚沼市、富山県黒部町、ほか、ディスポーザー導入に対し検討段階に入っている自治体も多くある反面、未だに使用の自粛を古い慣例として求めている自治体も存在する。また国土交通省はディスポーザーを導入することにより、生ゴミだけでなく、紙をおむつを、 下水道で受け入れることを2018年に発表した。これは、使用済みの紙おむつは、重量がかさばり、不衛生であり、これをディスポーザーで粉砕し下水道に流せれば、保管やゴミ出しが不要になり、高齢者介護や子育て負担の軽減につながる利点がある。通常のディスポーザーは、台所の排水口にディスポーザーを設置、生ゴミを粉砕処理することにより、 生ゴミの保管や運搬、周期から解放される下水処理施設には影響がないことが確認されていることにし、紙をむ必要のディスポーザーはトイレ内での設置を想定。下水処理にどのような影響が出るのか課題を洗い出し2023年の実用化できるよう検討している。並行輸入品の影響、インターネット販売など海外使用のままのディスポーザーが、並行輸入品。 または、個人輸入代行を装って販売され流通しているケースも一部見受けられる。並行輸入は、正規の回転数が得られないために排水管が詰まったり、電波障害等のトラブルのほか、最悪の場合は、火災の原因になり得ると、輸入元や製造業者警告している。これは、電圧、周波数等の違いから起こるトラブルである。 本来マンション契約者の占有部に該当する、居室内、キッチンに設置されたディスポーザーは、居住者の責任で撤去、交換購入ができる範囲である。その一方で契約者による選択において、次の問題が起きている。マンション入居時の規約、約款で、ディスポーザーの撤去を認めていない場合がある。故障した場合のディスポーザー交換費用は居住者の負担である一方、その費用が、 高額ゆえに、直ちに対処することができない。ディスポーザーはその構造上、故障したまま放置すると、やがて排水不良を起こすので、やむなく高額な交換費用を負担せざるを得ない。ディスポーザーの撤去を認めない理由として、配管や処理層に影響が出るといった説明をされることがあるが、この根拠はない。マンション標準に導入されているディスポーザー、排水処理システムは、 ディスポーザー排水と台所排水の両方を処理できるように設計、製造されている。ディスポーザー排水がなくなったところで、配管、排水処理システムともに、支障はない。またマンションの資産価値を利用している場合には、宅地建物取引業法によって義務付けられている、重要事項説明に該当している、可能性が高い。ディスポーザー装備の有無が、 マンションの契約に影響するためである。マンション販売事業者がディスポーザーの標準装備を利益として告げている場合は、その逆の不利益事実、故障時に発生する高額な居住者負担等をも告げる必要がある。不利益事実の不告知、消費者契約法第4条2項に該当する場合は、契約の解除が可能になる。参考資料、専有部に設置されているディスポーザーは居住者の 財産として様々なメーカーや価格帯の中から選択することができる。これに半紙メーカーやマンション管理会社の説明情報により機器が特定されている場合がある。これらの問題はディスポーザーについての情報が限定されていることから起きている。不実告知、事実と違うことを告げての販売に該当する可能性もある。前述通りマンション契約者の専有部である。 居室内に設置されたディスポーザーは、居住者の責任で撤去、交換購入ができる範囲と言える。参考資料、過去の使用自粛の理由としてディスポーザーは、下水管、排水管の閉塞を招くことが懸念された。現在では、社会実験を経て安全性も確認されており、実際にディスポーザーが原因で、配管閉塞を報告れた実例は、自治体にはない。 日本の配管基準となるハース規格の定める、排水管の関係と勾配に従えば60センチメートル毎秒の流速を確保でき、ディスポーザーを使用しても配管には問題ないことは科学的に立証れている。国土交通省が行った北海道歌登町、現、江差市町ディスポーザー導入社会実験の環境内の送流実験においても、 乱角秒速0.52メートル、貝殻秒速0.59メートル、乱角、貝殻、41の混合物、秒速0.57メートルであり、設計指針に規定されている最小流速秒速0.60メートルよりも小さかった。建築物は老朽化したり、設計通りに必ずしも現場で施行されているとは、限りないために、保守や設備更新が必要な場合もある。 しかし配管の基準は日本も米国も同等であり、これは世界各国の下水道、排水管は雨水によって流入する土砂が堆積しないことが前提で、比重の重い土砂が堆積しなければ、ディスポーザー排水や、死料も堆積はしない。参考資料、ディスポーザーを使用すると、生物化学的酸素要求量、b o d と浮遊物質、SS の濃度はそれぞれ増加し、 単独浄化層、トイレのみ浄化層に接続、台所やお風呂などの生活排水は処理されないでは、台の排水が垂れ流しになり、汚染の原因になる。しかし、下水地域や合併処理浄化層、トイレ、風呂など、生活排水が浄化層に接続が設備されている場合は、実態として、牛乳汚区の計画地より、はるかに低風運転されているために、 ディスポーザー排水が流入しても排水処理は問題なくできる。これは多くの下水道計画は流入水のおだく負荷条件の設定値を安全を考慮して高めに設定していることに加え、計画時より人口減少、または今後減少が予想される処理上も多い。本来は設計計画地に近い方が安定した排水処理が得られるのである。ディスポーザーから排水される。 粉砕中買い物は炭水化物が豊富なために通常、生活排水に含まれる窒素、リンに対して炭素が増加し、活性汚泥の機能を理想に近づけることができるために、最終排水、浄化効率はディスポーザーを導入して悪化することはない。世界各国の行政、大学、研究機関、民間企業が行った様々なテストでは、ディスポーザー下水道が、 今のところ最も低コストで環境に端なく生ゴミを処理できることが実証されている。米国では長い歴史があり1928年に米国のジョン・ハムズ氏がディスポーザーを発明し1938年にインシンチャーイター社を創業を本格的に米国で販売された。その後多数の企業が市場に参入し多くの社会実験が繰り返され、 ディスポーザーの安全性が科学的に確認されてからは生ゴミを低コストで衛生的に処理される手段、ポリオの予防策として設置を義務付ける州も多くなり、時間をかけて徐々に普及、年率1から2%程度していった。しかし大都市であるニューヨーク市が合流式、雨水と汚水が同じ下水管の古い下道設備を理由に最後までディスポーザーを禁止していた。 1995年当時のジュリアーニ市長は合流式にどのような影響があるのかディスポーザーの社会実験、調査を開始。21ヶ月に及ぶ大規模調査の結果、ディスポーザーを禁止する根拠が消滅し1997年9月11日、禁止規制はニューヨーク司法から取り消された。現在は米国全域で広く普及しており90以上の 自治体で設置を義務付けており、そのような自治体からは水洗トイレと同じよう、衛生インフラとみなされている。また、NGBS、住宅のエコ貢献度が、格付け公認される、ナショナルグリーンビルディングスタンダード、全米グリーンビルディング規格で、その判定基準となる製品の中に、ディスポーザーも環境に貢献していい、エコ製品として公認されている。 参考資料、日本にも、米国から1955年頃から輸入が開始され、その後、1990年からの10年間で28万台強のディスポーザーが輸入された。しかし1960年代の日本では、月水道や合併処理場化想が普及しておらず、水が垂れ流しになる地域もあり、多くの自治体から使用の自粛要請が出された。このため、日本国内にて、 処理機単体では、ホームセンターなどで販売されることはなく、専門の配管工や、電気業者が建物設備として扱うか、ディスポーザー専用処理槽、ディスポーザー排水処理システムと、セットで施行するか、または通信販売などで、細々と売られている状態が続いる。1999年には日本で、初めて農水省が、富山県魚津市で、2000年には、国土交通省が、 北海道歌登町でディスポーザーの大規模な社会実験を実施、世界のあらゆる社会実験と同様、良好な結果が出たことでディスポーザーを推奨し、導入を支援する自治体が2003年以降、相次いで出現した。不動産経済研究所の調査では、2009年の首都圏の分譲マンション供給量の80%、全国一市では50%にディスポーザーが 標準装備されている。なお、分譲マンションでのディスポーザーは専用の処理層とのセット商品であるディスポーザー排水処理システム。最近ではバイオマスタウン構想の有効なバイオマス資源回収のツールとしてディスポーザーを推奨している実地帯もある群馬県伊勢崎市、富山県黒部市等使用者のアンケート調査では毎回人気の結果が出るものの国内での普及率は 未だ3%は越していないと思われ、日本は未成熟市場としての側面が伺える。参考資料、ディスポーザー排水を直接下水に排水するのに、使用の自粛のお願いが自治体より出されている場合があるために、粉砕した中海物を下水等に排水しないように配慮したタイプのディスポーザーも製品されている。 ディスポーザーより粉砕された仲介物と排水を分離して、排水だけを下水に放流、分離した仲介物は別途乾燥、または脱水して回収する。業務用、家庭用製品もあり、業務用は一部食品リサイクル法に対応できるものもある。また、蒸気の独自の汚水処理システム、浄化槽を備える施設も見られる。日本では、社団法人である、 日本下水道協会が、下水道のためのディスポーザ排水処理システム、性能基準、案、を提出。これに準じたディスポーザー設備の設置なら、自粛のお願いの対象から外す針を打ち出す。実地体も見られる。例、横須賀市上下水道局の回答。ディスポーザー排水処理システムとは、ディスポーザー、専用排水配管、専用浄化槽の3つの組み合わせで1つの、製品している。 専用浄化層にディスポーザーにより液状化された生ゴミをストックされるため、おでの受け入れ先と維持、管理するためのコストが課題となっている。また別の問題として2017年、ディスポーザー専用浄化層の廃棄口から出る悪臭が原因で部屋に住み続けられないとして、部屋を購入したばかりの居住者が売り主の不動産会社に対して損害賠償を埋める訴訟を起こした。 現在国内では、ディスポーザー専用浄化想及びその廃棄口については、設置基準が定められていない。悪臭で住めない低層、バルコニーの上に、ディスポーザー廃棄口5200万円で、購入の男性大阪地裁2017.316。16 フサンケイ新聞より http:/www.sankei.com/.west/.news/.170316/.wst1703160047-n1.html1999 年により、農水省は、富山県魚津市の農集落排水地域で、ま 日本で初めてのディスポーザー社会実験を行った。1年間にわたる調査の概要は、1、汚水処理施設の処理機能、2、管路のなじり具合、3、ゴミ発生量変化、4、住民意識の変化などであった。結果としては、1、2、ディスポーザー排水の流入による処理機能の低下、管路のなじりは認められなかった。3、ゴミの排出量は、 平均53%程度削減できた。4. 住民の支持率。日本エスコ調査はディスポーザーの利便性が高く評価され、最終的には90%を超えていた。2000年より国土交通省は北海道歌登町、現江差市町をモデル都市として選定し、下水道に接続している全世帯、約800世帯、約1800人にディスポーザーを導入。 社会実験を行った。2005年に国土交通省国土技術政策総合研究所より調査報告書がまとめられた。1、管路施設、終末処理場への影響は特に認められなかった。2、ディスポーザー普及率100%での環境負荷量は普及率0%と比較して1%未満の増加であることが分かった。3、行政コストは ディスポーザー導入により削減されることが分かった。4. 下水道事業及び清掃事業の行政コストとディスポーザー利用者の便益等々を統合した全体の費用便益分析を行ったところ、行政コストの変化分やディスポーザー運転費用と比較して利便性便益及びディスポーザー購入、設置費用は卓越した値を有していることが分かった。 この実験ではゴミ回収車両を1台しか保有してないために走行距離の減少や車両の減少を算定に入れていない。このためにディスポーザーの導入により車両削減可能な場合は数値が車両削減台数にじ変わるものと思われる。1999年以降、他に各地方自治体単位で比較的小規模の社会実験が多数行われている。 いずれも排水配管や汚水処理施設等への影響はなく、過去、世界の各国で実施されたディスポーザー社会実験と様の結果が出ている。この国土交通省のディスポーザー社会実験の調査、結果のレポートにより、特にゴミ問題や財政、環境問題を重要視している複数の自治体が、ディスポーザーの推奨都市に変わってる。参考資料、楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。